広島県立図書館は、広島県広島市が各千田町3丁目7の47にある図書館である。1988年10月に、広島県情報プラザが開館したのに合わせ、現在の広島県立図書館が開館。延べ床面積は6524平方メートル。蔵書は78万2910冊である。広島市内には、県立図書館よりも、 蔵書数、貸出冊数の多い広島市立図書館があり、都道府県立図書館としては小規模である。情報プラザ1階に、一般図書コーナー、参考図書コーナー、郷土資料コーナー、新聞、雑誌コーナー、児童図書コーナー、対面道読室、市長覚閲覧席、パソコン利用席を整備したワンフロア型の図書館で、地下1階と地下2階に書庫がある。 カウンターは2つあり、正面入り口の向かいにあるカウンター1は貸し出し、返却、利用者登録など、一般図書コーナーにあるカウンター2は、レファレンスサービス、副社、指定席利用、書庫資料利用の受付などを担当する。資料収集は、専門性の高い図書や郷土資料等を中心に、行うと定め、小説や教養書、 実用書の収集は主に市町村立図書館に任せるスタンスを取る。この方針は県の事業仕分けで要改善の判定を受けて制定したものである。2018年度現在、所蔵資料は日本中新聞類法の第三類が全蔵書の4分の1を占めて最多となっている。1951年11月に広島県児童図書館として中町に開館した。 1954年4月に現在の名称の広島県立図書館になり、1960年4月には上登町の出家園西隣に移転する。その後、1968年に広島県立美術館が図書館の西側に建てられ、敷地が手狭になったために1988年現在地に移転した。なお、広島県立美術館に関しては、 1996年、旧美術館用地に加えて、旧図書館用地を合わせ、施設を拡張し、建て替えられている。多くの都道府県では、第二次世界大戦前に、都道府県立図書館が設置されたが、広島県では、県立図書館を設立する機運が醸成されることなく、終戦を迎えた。1950年4月の図書館方向をふと前後して、 地元市の中国新聞は県立図書館の設置を訴える社説を2度打った。これが功を奏したのか、県民の間で県立図書館を求める声が高まっていった。一方、同年3月から6月に兵庫県の西宮球場ではアメリカ博覧会が開かれており、広島図書株式会社は児童図書館をテーマとした出展を行い、児童用に特注した書家、 机、椅子を並べ、本物の図書館を会場内に作り上げた。会期終了後、同社は博覧会で使った書家など一式を県に寄付することを申し出、県では県立図書館設置の機運が高まっていることと、広島市 IE 図書館のカードウェル館長の助言を受けて申し出を受けることに決定した。こうして、広島市市も中町一番地の 広島 CIE 図書館の敷地内に1951年11月3日に広島県立児童図書館が開館した木造モルタル平屋建て72坪の建物で建築費は180万円であった室内は図書閲覧室、書庫、検討室、ホール、事務室からなり名称通り児童中心の蔵書、運営を行ったため利用者は 小中学生が大半だった。原爆投下で焦土と化した広島に現れた CIE 図書館と児童図書館は文化復興の象徴として受容され、安倍と文ら文化人も来館し、当時まだ珍しかったクリスマス会を CIE 図書館の協力を得て開催するなど新しい活動を展開した。児童図書館として運営する一方で、 広島県議会文教委員会では1951年7月に県立図書館設置を決議し多額の資金が必要であるから年次計画で進めるように要望していた。これを受けて1953年初めて図書館建設に向けた調査研究費38万円が予算計上され同年11月に貸出文庫を企画し12月に秋群 翌1954年1月に、朝郡、再起郡西部の小学校を本を積んで、小型自動車で巡回するという活動を行った。まずは、広島市近郊から移動図書館として、県民の図書館となるべく、活動実績を作り、本館建設を後から進めるという作戦であった。1954年4月1日、施設はそのままに、 広島県立児童図書館から広島県立図書館に改称した。同年11月16日に275万円をかけてバスを改造した移動図書館を導入、一般公募により実りと命名した。翌1955年には県内83市町村に1カ所ずつ配本所を設けて巡回していたが、移動図書館は1台しかなく、県域を旧秋国、 ビンゴ国に分けて半年ずつ旧国内を巡回する方法を取ったため、県の東西で半年の分断ができ、十分な効果を発揮できなかった。さらに、瀬戸内海の島々へ本を届ける手段がないという問題があった。まず島へ本を届ける方法として、1955年11月に巡回文庫を行うことにした。これは、県内東部を東部、中部、 西部に分け、拡張村の担当者が本土の港まで本を取りに来るというものであった。巡回文庫は一組40冊で構成され、文学、小説系が約20冊、生産系が約10冊、研究、収容系と趣味、娯楽系がそれぞれ約5冊という内訳であった。次に1957年7月15日、実り二号車が運用開始した。 これは中国新聞社の寄贈によるもので2000冊を積載することができた。この巡回文庫と移動図書館の活動により県民に図書館活動が浸透し本館の建設が急務とされるようになった。当初県は県庁舎の新築問題と財政難を理由に実現困難と回答していたが1958年3月26日広島県議会は 県立図書館本館の建設を議決した。同月、出径内のカンフル建て跡地で新館の着工がなされ、1960年4月1日に落成式を挙行し、4月8日に開館した。建物は、出径園の景観に配慮し、白と黒を基調とした外観の鉄筋コンクリート、構造3階建て、延べ床面積2244平方メートルの、 規模となったが、増書数は4万1557冊と少なかったことから、まだ考え貸し出しはできなかった。1960年11月17日、みのり3号が運行開始し、移動図書館は3大体制になった。さらに1962年1月16日、文化線、ひまわりの完成記念式が挙行され、4月10日から運行を開始した。 ひまわりは日本初にして唯一の船を使った移動図書館で江田島造船所で建造され1500冊を積載可能であった。ひまわりの導入により県内22等33校を4コースに分けて巡航して移動図書館サービスを提供できるようになり珍しい取り組みとして NHK 広島放送局など多くのマスメディアの取材を受けた。この翌年、 1963年7月に考え貸し出しを開始した。一方、移動図書館は昼間利用者の減少と地方部の過疎化に伴い貸し出し実績が低下し、1965年4月の東上町での試行を皮切りに協力貸し出しへと切り替えていった。協力貸し出しとは公民館図書室などに県立図書館の本を一定期間廃下し、 各市町村の自主的な利用、貸し出しに委ねるというものである。この取り組みは公民館図書室の利用活性化を通して市町村に図書館設置を促す意図があった。移動図書館自体も1969年に積載図書に自動書を加えるという改革を行ったところ、自動書利用が活発化し、 本館の自動書コレクションが充実していくこととなった。また、幼児文庫などの自動書で構成された文庫の貸し出しも実施された。さらに、広島県教職員組合と広島県教職員、交際会はそれぞれ、五条組合文庫と乗広文庫を県立図書館の移動図書館に帰宅し、毎年文庫の本を更新したことから、移動図書館の利用率向上に貢献し、 地方部への読書普及に役立った。館内活動としては、1968年に、郷土資料室が設置された。1961年10月にはすでに郷土資料収集計画を作成し、県内市町村と協力して、収集を開始しており、1966年12月13日に、福岡健一郎らが、公文書館の機能を、 図書館に持たせることを趣旨とした広島県遠隔資料の保存施設に関する請願書を県議会議長宛てに提出したことが追い風となり本館3階に180平方メートルの部屋が増築されて1968年4月に強度資料室として開け出したこの時点で県内4家の古文書群を保有し2人の職員が配置されたが 二人では到底公文書館の代行はできず、実態は郷土資料の収集、閲覧が主業務となった。1981年7月31日、文化線ひまわりの運行を終了した。1984年、広島県立図書館事件が発生する。1986年より、移動図書館、実りの運転業務が業者委託となり、 1988年4月1日には、図書館本館の管理運営が、財団法人広島県教育事業団に業務委託された。名目は業務補助であるが、館長、副館長、課長は事業団から職務委託事例が下され、一般職員は事業団へ出向することになり、ほぼ全面委託となった。同年7月1日より新館への移転作業のため、 図書館本館が臨時休館となり、新館の開館まで移動図書館が各市町村を循環して図書館サービスを提供した。新館整備計画図書館は本来2期に分けて整備する計画であったが、途中で2期の用地は広島県立美術館の建設予定地に切り替えられたため拡張することが不可能となった。このため増え続ける本を収蔵するため閲覧室や 事務室、果ては、玄関ホールまで書庫スペースとするために縮小せざるを得なくなった。1981年の蔵書数は17万7377冊と、建設時の収蔵能力9万冊の倍近くに、膨れ上がっていた。それでもこの蔵書数は、都道府県立図書館の中で44位と、かなり少なく、広島市立中央図書館の32.8万冊よりも、 少なかった。そこで新図書館建設が検討され、1981年8月13日に、広島県立図書館建設調査検討委員会は、答申を出した。当時の図書館所在地では拡張の余地がなかったため、移転先が検討され、広島大学の本部キャンパスが、東広島市へ移転した後にその敷地を利用する、ことが最有力となったが、 大学の全面移転には時間がかかるため断念した。すると1984年1月に東広島市が県立図書館の誘致に名乗りを上げ、呉市も検討に加えるべきとの意見が出て、同年5月に広島、東広島、呉の3都市で候補地を探ることになった。折市も広島県立図書館より増書の少なかった沖縄県立図書館や、 兵庫県立図書館が整備を始めたことから、教育委員会は、早急に結論を出す必要に迫られ、広島大学工学部跡地に移転することを決した。同年12月8日より、用地買収交渉を開始し、翌1986年6月に図書館に、広島県立文書館と広島県産業技術交流センターを併設した、広島県情報プラザとして着工した。 建設工事と並行して図書館と文書館の間で資料収集の分担が話し合われ明治時代以前の資料収集は文書館の担当となり図書館保有の古文書類の文書館への移行が決定したまたコンピュータの導入が決定し1987年4月の導入機種選定から検討が始まった最終的に日本電機の製品を導入することを決定し 同社のシステムエンジニアと共同でシステムのカスタマイズを1年以上かけて実施した。これにより県内の市町村立図書館からの相互対策の利便性が向上し同じ NEC のシステムを導入していた鳥取県立図書館とも結んで相互に蔵書検索を可能にした。1988年7月1日新館への移転作業のため図書館は臨時休館に入った。 一点作業では先に移動図書館用の図書を新館に搬入することで臨時休館中も移動図書館、実りの運行ができるようにした。1988年10月27日、開館記念行事を挙行し、翌10月28日より一般利用を開始した。新館は情報プラザの1階に主要機能を配置し、近い店2階に90万冊収蔵可能な書庫を 儲け、別当の移動図書館書こと車庫を含めた、延べ床面積は6524平方メートルと、旧館の約3倍に拡大した。サービス面では障害者や在日外国人への配慮を打ち出し、前者に向けては、録音図書の充実、対面朗読、郵送貸し出しを、校舎に向けては日本語以外の図書の収集を実施した。郷土資料の収集では、海と鉄を、 重点収集する方針を定め、特に海に関しては、瀬戸内海関係資料から島に関する資料まで拡大し、瀬戸内海、島コーナーの解説につながった。1989年2月にオンライン検索の稼働を開始し、同年10月に利用者向けのコンピュータ端末を設置した。1954年の実り一号導入以来、継続してきた移動図書館事業は、 1995年3月に普通廃本から協力化し出しに完全移行したことで事実上終了し、1999年10月にみのり5号が廃車となったことで移動図書館車みのりも歴史を閉じた。ただし協力化し出しとして各市町村に本を届ける事業は残ったので、広島銀行グループから送られたトゥモロー号が 実りの後継車両として運用されることになった。協力貸出は県内の市町村に市町村立図書館の設置を促す事業であったことから図書館設置を目指す市町村との間で相互に人員を派遣する事業を開始し、1994年に大野町、1996年に初開地市の職員を受け入れ、現地に県立図書館職員を派遣し、 それぞれ大野町図書館、20市市民図書館の設立を支援した。2001年2月、県立図書館のウェブサイト、コイブラリ、広島を開設した。2004年3月31日、広島県教育事業団による業務補助契約を解消し、県の直営に戻った。2009年12月、広島県事業仕分けが行われ、図書館運営費は、 要改善との判定を下された。図書館では2011年3月に広島県立図書館の改革についてを発表し、貸出冊数の増加、県立図書館の所蔵資料の流通経費を県費負担とするなどの改革を経て2011年7月にリニューアルオープンした。広島県立図書館事件は1984年に発生した事件である。この事件は 図書館の現場だけでなく、広島県の行政のあり方にまで問題が波及し、1973年の山口県立山口図書館図書引徳事件と並び図書館の自由をめぐって問題を巻き起こした。この事件の詳細は、広島県立図書館問題に学ぶ図書館の自由、長野市志向の経験を踏まえての題で、専門書が出版されている。事件の発端となったのは、 1984年1月12日に、ある利用者が、童話問題の実際という図書の閲覧、副写を申し込んだことであった。同書は、ブラック問題の検討のために、広島県民生労働部社会課が1966年に、編纂し、県内422箇所の被差別ブラックの名称、個数、人口を掲載し、差別事件の解決方法という他県の資料を、 転載した図書であった。元来この図書は、童話行政のための内部資料として作成され、差別事件の解決方法には、差別を助長する恐れのある記述があったため該当部分は撤回されていた。しかし、いつしか、広島県立図書館が所蔵し、撤回箇所もそのまま掲載した状態で、一般市民が利用可能な状態になっており、 さらに図書館が副写を許可したことが問題となったので、ある。ブラック解放同盟広島県連合会は、これに対して、球団を行い、県立図書館が調査に乗り出したところ、別の事件が発覚する。表現、内容に問題があるとして、本館の図書137冊、移動図書館用の図書25冊、受け入れ保留図書22冊をロッカーに入れて別地し、 図書目録カードからも抜き取り、事実上利用不能な状態にしていたのである。これは知る権利の侵害にあたる重大問題であり、図書館による検閲といえる問題であった。図書館側が図書を別致したのは、県教育委員会から表現、内容に問題がある図書について16件の通知を受け取っていたことが背景にある。この通知の指導性、拘束性から、 図書館側は図書の具体的な問題を検討することなく、館長や課長、童話教育推進委員といった一部の人間のみで別地を決め、一般の職員には知らせていなかった。一般職員が知ったのは、同年1月27日のことで、翌1月28日から所蔵する郷土資料2万冊を総点検するよう命じられた。総点検の過程で、さらに事件が発生した。 2月10日頃に担当課長が問題となっていた別地図書25冊と受け入れ保留図書10冊から表紙、奥付け、増書院の応印部分を除去し、除籍済みの図書と共に妖怪処分しようとしたのである。この事件は裁断機の前で不審な紙切れを発見した職員により、これらの図書が妖解される前に明らかとなったため、実際には破棄されずに済んだ。 この事件の問題の書店は次のように整理される。知る権利や表現の自由を侵害する別地を行う一方で、差別を助長しかねない図書を一般公開していた。図書館側で検討を加えず、行政の指導のままに図書を抜き取っていた。図書の別地を一部の人間だけで行い、全職員の問題として扱わなかった。職員の蔵書や利用者に対する取り組みが不十分であった。 事件を受けて、県立図書館では、1983年9月28日に、制定した、同和関係資料の取扱いについてを廃止して、人権、またはプライバシーに関わる関係資料の取扱いについてを新たに制定した。このガイドラインにより、人権に関わる図書の積極的な収集が規定された。一方、人権、プライバシーを侵害する図書は、別地し、 複写を禁止することが決定した。この事件には関係した図書館長の責任がほとんど不問に処されたという問題もある。館長は教育委員会に背いてでも表現の自由、図書館の自由への政治的干渉に立ち向かうべきであったのにそれをしなかったが司書資格を有していなかったため責任を免れたのではないかと森光一は指摘した。館長に 司書資格を持たない素人が任命される現状が変わらなければ、同様の事件は再発しかねず、死書の専門性、必要性の社会認知の拡大と大学での司書、養成課程の改善が待たれている。館長、副館長のもとに総務課、資料課、調査情報課、事業課の4課が置かれ、調査情報課には、図書利用係と調査相談係がある。 多くの離島を抱える広島県では、島日本を届けるために、文化線、ひまわりを運行していた。ひまわりは、第六管区海上保安本部船舶技術部の設計、指導により、江田島造船所で建設された木造船で、長さ14メートル、幅3.7メートル、トン数19.8トンであった。ひまわりの就航までは、島の各拠点に巡回文庫を設け、 担当者が、本土の港までケースに入った文庫セットを取りに、行くというシステムを取っていたが、文庫セットは一つ40冊に過ぎず、貸し出しは50から60冊ほどであった。ひまわりは1962年4月10日に運行を開始し、宇治が子を拠点に、県内の島を4コースに分けて、各コースを12時間前後かけて巡回した。船内には、 書家スペースのみならず、閲覧室兼会議室にポータブルテレビまで備えており、港には船の入港を待つ島民の行列ができた。基本的には移動図書館として運用したが、広島県教育委員会の活動や県政の広報活動にも利用できる規定があり、実際に映写機や映画フィルムを運搬、貸し出しすることにも使われた。当初もてはやされたひまわりは、 島並海道の開通により、移動図書館車、実りが島まで乗り入れ可能になったこと、木造ゆえ老朽化が早く維持紐実りより高くついたこと、積載量が実りより少なく運行が天候に左右されやすいことなど、負の要素が積み重なり、1981年7月31日に、宇品から五福島、あ島を回って、宇品に戻り、運用を終了した。 約20年の運行距離は9万 1,607km、利用者数は44万5,320人、貸出者数は69万3,138冊であった。退役後のひまわりは、瀬戸田町の B&G 海洋センターで展示、保存されることになった。2015年には解体が決まったものの、地元有志が反対運動を行って、解体を免れた。 2017年11月には文化線ひまわり BB プロジェクトが発足し、船の補修や広報活動、船内での読み聞かせイベントなどを通して、船の維持と歴史の継承を続けている。また、2021年7月には日本船舶海洋工学会がひまわりを、船遺産第35号に認定した。すべての子どもたちに読書の機会をとの思いから、 2010年より少年院や児童自立支援施設での読み聞かせや図書の貸し出しを開始した。当初は施設側と協力して手探りし、子供との信頼関係づくりから始めた。親子読書会を開催し、子供が自身の親とは別の親と感想を交換するなどの取り組みが行われている。子供たちは人生や夢に関する本に関心が高いという、ありがとうございます。